おはようございます。ということで2018年最終日、大晦日の冬季講習やっていきましょう。で、今回は英語6問やっていきます。で、上3問が並べ替え、次の2問が穴埋めで、最後は1文目上の文と下の文が同じような意味になるように穴埋めを、ぜひね、一回動画止めてやってみてください。では早速ね、自分は解説の方やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。リアルな時間が午前2時半というね、なかなか珍しい時間に今撮影してるんですけど、ちょっとね、この時間声が出にくくて、もしかしたらテンションが違うように聞こえるかもしれないんですが、普通です。ただ時間の問題なので、これ気にせず聞いてみてください。ではまず1番が、彼女は図書館に行ってきたところです。で、これこの日本語を見てもそうですし、選択肢を見てもちょっとね、あいつ使うなって気づけるようになってほしいんですが、まず日本語の意味で言うとここです。ほにゃららしてきたところですっていうもそうだし、あとはこっちの選択肢だと has と been と to があるからね、あれ使うなって気づいてほしいところなんですが、今回の主役はこれについてやっていきます。大体の子があれかな、中3で習うのかなと思うんですけど、違ったらごめんね、違うとこもあるかも。現在完了形です。現在完了形。で、作り方は、have。で、主語によっては今回みたいに has に変わってることもありますけど、一応基本形は、have プラス過去分詞です。これで作ることができます。これ覚えておきましょう。で、現在完了は結構な生徒が苦戦するとこです、これ。なぜかっていうと、作り方は、have プラス過去分詞。これでいけるんですけど、主な意味が3つもあるんですよね。3つ。で、その3つが、まず1個目が完了です。使い方。完了の使い方と、継続と、経験っていう3つあるんですよ。で、今回それを全部言及してしまうと、もちろん板書足りないし、説明長くなってしまうので、それぞれ動画1本ずつ撮ってます。授業動画をね。で、それを今回概要欄にリンク貼っておきますので、復習したい方はぜひそっちを使って復習してみてください。で、まず1個目は、ほにゃらら、何かをしてきたよっていう、何かを完了したよっていうことを言いたい時に使うのがこれ、ほにゃららしてきたところですと。だから、この意味が出た時に、現在完了の、経験じゃねえや、完了だなと思ってほしい。で、さっきも言ったように、have、has になってるけどね。で、今、being が、be 動詞の過去分詞です。だから、have プラス、過去分詞は使えるじゃんってことで、she, has. で、been と、行きたいんですけど、今回、先に説明すると、こいつがいるんです。just. で、just は、意味としては、ちょうど。今ね、日本語の中にちょうどがないんですけど、彼女はちょうど図書館に行ってきたところですっていう風に言いたいね。それが含まれてるので、で、選択肢は just 入ってるからね。じゃあ、こいつをうまく使います。で、基本的には have プラス過去分詞なんですけど、それに just を加えて作りたかったら、just はこの過去分詞の前に入ります。前。ってことは、has been と行きたいんですけど、先にここに just が入る。been が過去分詞なので、こいつの前に出る。just はね。で、has been to the library。ライブラリー、図書館ね。これで終了。で、今回 has になってるんですが、このね、元々 have なんで have で言っちゃいます。have been to ほにゃらら。これは、この過去分詞と現在完了のとこではめちゃくちゃよく目にする。もうセットで使うもの。have been to 場所でほにゃららに行ってきたところですとか。他のね、意味でも使うんですが、よく出てくるので、このセットをまず覚えておいてください。では、2番行きましょう。私は3回沖縄を訪れたことがありますと。で、これはもう回数ですね。ここ。回数と、ほにゃららしたことがある。こうやってね、したことがありますと。さっきの現在完了で言うと、経験です。何かをしたことがあるよっていう経験を表す。だからこれも、現在完了を使っていきます。で、経験の時はこうやって回数がよくセット出てくる。3回したことがあるよって、5回したことがあるよ、たくさんしたことがあるよ、みたいな感じでね。だから気にせずね、ひとまずは現在完了を作ろうってことで、I の後はまず have が来ます。have。で、プラス過去分詞は visited ですね。
訪れるのビジットの、過去分詞。まあ、これ ED つけるだけですね。で、どこに行ったことがあるのって沖縄だから先に沖縄を来ます。沖縄ね。で、ポイントがこの3回。回数を表したかったら、それは必ず文の最後につきます。で、3回を表す言い方はこれ。3 times です。3 times。3に、これをつけて、これで終了となります。で、回数に関しては、まあ、1回訪れたことがある。1回を言いたかったら、1ね。言いたかったら、これ、once です。で、2回を言いたかったら、twice です。で、3回目以降、3より大きい数を言いたかったら、その数字に、今みたいに times をつけます。3 times で3回、4 times で4回、5 times で5回になります。いいかな。once と twice だけちょっと言い方が変わるので、そこを覚えておきましょう。では、次です。で、あなたはどのくらい英語を勉強してますか？まあ、どのくらいの期間勉強してるのっていうことを聞きたいと。で、これは、まず、どのくらいの期間っていう風に言いたい。これは、現在完了のポイントとはまたずれるんですけど、どのくらいっていう言い方は、これね、how long です。期間を聞きたかったら。まあ、how long だから使いましょう。で、疑問詞なんで文の最初に使います。最初に大文字に変えましょう。how long ね。で、あとは、have と、studied と you があると。で、この have と過去分詞入ってるから現在完了でいきたいと。で、もともと現在完了を疑問文に変えたかったら、have が前に出てきます。do you みたいな感じじゃなくて、have you ってなっていく。だから、疑問詞の後に疑問文の、順番でくっつける必要があるので、have が前に来て、で、主語の you。で、あとは過去分詞。studied。で、これで OK。これで、あなたはどのくらい英語を勉強していますかという意味になります。ただ、疑問詞を使う、こうやって how long のね、疑問詞使ってますけど、これ使っても、それを置いて、さ、文の最初にね、置いて、後ろにハブを使って、ハブが前に出てきた状態で疑問文の順まで、ぜひくっつけてあげてください。じゃあ次、穴埋め行きましょう。あなたは、オーストラリアに行ったことがありますか？これ疑問文ね、質問したいと。で、まあ、行ったことがあるかって、ほにゃららしたことがあることを聞いてるんで、まあ、経験で使ってるわけですよ。で、さっき言ったように、現在完了を使って疑問文にしたかったら、have が出てきます。こうやって。have you? ってね。で、have 来てるから、あとは過去分詞ですよね。で、行ったことがありますかって聞くときは、これを使います。今、訪れたことがありますからってことで、visited 使ったんですけど、基本的には have been to で行きます。have been to。だから、それを使っていきたいと。で、ほにゃららしたことがありますかって聞き方は、ちょっとセットでも覚えちゃってもいいぐらいで、Have you この単語を使います。Have you ever been to Australia? です。いい ?ever。この Have you ever been to? ここちょっと青で引いちゃおうか。これもね、セットで覚えちゃってもいいぐらい。Have you ever been to 場所っていうことで、その場所に行ったことがありますかっていうめちゃくちゃよく出てくる疑問文の作り方なのでぜひ覚えておいてください。で、次が、彼女はこの映画を見たことがありません。まあ、したことないよっていう否定文を使いたい、作りたいんですよね。でも否定文なのに not を使ってないと。で、何を使うかっていうと、これが、まあ、一回ね、戻して、彼女、C だね。で、has が来てて、で、まあ、見たことがない。本当は見たことがあるっていう経験を表したいんだけど、それを否定文にしたいと。意味としてはね。で、have プラス過去文詞をまず使いたいんですよ。で、見る、映画を見るは see を使うので、see の過去文詞は seen です。seen。で、それがこっちに行きます。これはもともと see ね。それに n をつけて seen、過去文詞に変わると。で、何を使うかっていうと、これさっきも青に使えばよかったね。これです。エバーと非常に似てますが、エバーに N がついて、ネバーです。ネバー。で、ネバーが一度もしたことがないよって意味になるんです。これを使うことによって否定文に変わる。だから、She has never seen this movie って言えば、
彼女はこの映画を見たことがないんです。ネバーがなかったら見たことがあるよっていう経験を言えるんですけど、ネバーを使うことで見たことがないに変わる。で、ネバーの使う場所はこのハブ、まあハブプラス過去分詞のハブの後ろにくっつけてください。ハズネバーって感じで、いいかな。エヴァもそう、同じです。本当は You have ever って今順番ね、まあ、疑問文で変わっちゃってるけどさ、だからハブの後ろに ever が入ってるからここに来ると。いいね、場所を気をつけましょう、ぜひね。で、ラストです。同じ意味にしたいんで、まず1個目 They went to New York and they aren't here now と。で、ちょっと長くて訳すの嫌だなって方は、特に文の途中とかに and、まあ、but とかもそうなんですけど、接続詞の意味でこう使えそうなものが出てきたらそこで切ります、自分は and のところね。で、左と右をそれぞれ訳すと。で、they went to New York。で、彼らは went to、これ go to の過去形ね。行ったね。ニューヨークに行きましたという意味。で、and のところは、まあ、無理に訳さなくても結構文は繋がるんですけど、まあ、そしてみたいな感じで印象で繋げるといい。そして、で、they aren't here now です。now は今ね。彼らは今、here、ここに、この aren't は、B 動詞の are は存在するみたいな感じ。いるよみたいな。それの否定文です。ってことは、彼らは今ここにいませんって言ってるの。彼らはニューヨークに行きました。そして今ここにはいないと。つまり、行ったまんま帰ってきてないよみたいなニュアンスで言いたいの、この文は。で、これ非常に大事なの。この後ろがすごくね、効果が効いてると。行って帰ってきてない。ここがポイントです。で、さっき、どこどこに行ったことがあるみたいな。まあ、オーストラリアに行ったことがありますかもそうだし、そういう時に言う時には、have been to なんです。ごめんね。基本的に have been to。じゃあ、これもニューヨークに行ったみたいな意味で言いたいから、OK、OK。で、全員にくっつくのは have ですよね。have。だから、they have been to New York って言えば OK じゃんって行きたくなるんだけど、been にすると罰を食らうと。これ引っ掛けね。よく出てくる引っ掛けで、これ答え gone です。これ go の過去分詞ね。go, went, gone です。で、これね、have been to と have gone to の違いは絶対覚えておかなきゃいけなくって、書いておこう。have gone to ね。その have been to のがよく出てきます。本当によく出てくるから、have been to は。have been to はどこどこに行ったことがあるとか、まあどこどこ行ってきたところですって、まあ行くって意味よく使うわけ。been をね、使うんですけど、have gone to にすると同じように go がもともと行くだから、行くで使えるんです。ただ何が違うかっていうと、ゴンを使うと帰ってきてないんです。Have been to は帰ってきてるの。例えば、図書館に行ってきたところです。確かに行ったんだけども帰ってきてるよね。行ってきて帰ってきたみたいな印象じゃんか。このオーストラリアに行ったことがありますかも、経験を聞いてるけど、今はいるわけでしょ？帰ってきてるわけだから。で、これは行ったまんま帰ってきてないの。Have gone to は。だから同じ行くみたいな感じで、ニュアンスで使うんですけど、この been to、have been to と have gone to の使い分け、ぜひね、押さえておいてください。いいかな？では、今回はまあ現在完了についてですね、6問やらせていただきました。で、ひとまずね、2018年最後の冬季講習ってきっとなると思うんですけど、なりますが、本当にね、1年間ありがとうございました。で、引き続き明日の元旦からね、同じように6時半に投稿してますので、まあ1月7日まで限定のシリーズにはなるんですが、ぜひぜひ、受験勉強のお供に使ってあげてください。では、来年もね、よろしくお願いします。それじゃあひとまず大晦日、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。